え、ガチじゃん。え、どうすか。えぐい。はい、どうも、シュートミでーす。りょうへいでーす。はい、お願いします。お願いします。というわけでですね、はい、久しぶりのグランドでの撮影なんですけども、そうですね、この時期もう野球も始まって、はい、ガンガンね、打ったり投げたり、まあ、してるところでしょう、君は。僕は監督なんでちょっとそこまでやってないですけど、まあ、打ててはないけどね。打ててはないまあ、そういうプレーをしてる機会が多いじゃないですか。はい、ってことはもうだんだんね、体の疲労とかもありますよ。そうですね、パフォーマンスちょっと落ちますよね。だいぶ溜まってきますよね。はい、その時にうってつけなものを発見したので、はいはい、それをまあ見てもらいたいなと思います。はいはいはい。はい、それがこちらです。じゃーんと、はい、メディックスというね、知らない？これアンダーシャツなんですよ。実はこれ実は結構今話題で、何かというと、簡単に言うとパフォーマンスアップするアンダーシャツ。体幹強くなりますとか、柔軟がこう何お良くなり、まあ柔軟、体柔らかく使えるとか、そう、柔軟アップっていう話を聞いて、うんうんうん、着たいなと思ってこう探したんですよ。はいはい。でかすぎてサイズがないサイズがないサイズがなかった。サイズがなくて、はい、もう俺諦めました。代わりにもう一番ちっちゃいやつ買ってやろうと思って、はい、S サイズを今回用意しました。え、待って、ということは君が着るんですよ。マジ君に着てもらって、ちょっと今日検証しますんで。実はこれちょっと持ってもらっていいですか。はい。これさ、調べたんだよ。これ令和の虎ってあるじゃないですか、 YouTube。 令和の虎で紹介されてたリライブ加工っていう、なんか鉱石をこう中にこうのシールをこう貼ってるみたいな。あー、なるほどね。結構話題になったらしいのよ。なんかそれを使って別のウェアの会社さんが作ったというやつらしいんですよね。でちょっとこれを良平さんに着ていただいて、はい、ちょっと柔軟比較とかと体感とかいろいろね。良平すごい硬いんですよ。柔軟やったらなんかもうどのぐらいっけ、むしろ反ってる方が、あーみたいな感じなんですよ。だしでもまあ硬いっていうのもまあ原因で、まあ肩痛もあるのかなとか思いながら、それ着てまあキャッチボールとかして、なんか普段とちょっとこうどうかっていうところをちょっと見ていきたいと思います。はい、着る前着た後で、はいはいはい、いろいろ試していきたいなと思いますんで、はいはい、ちょっといいですか、お願いします。了解です。じゃあ柔軟からやればいいですか。柔軟からいいですかねはい、じゃあすいません、お願い、まず何もつけてない状態で、はい、そうですね、いいっすか。一回ちょっと下にこうあれしてもらって、へぇっていや、それ絶対嘘やん。うーっつー、絶対嘘だね。絶対いける、もっと痛い痛い痛い。何それ、そんなことある。やばい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 。もっともっともっと、ガチ言ってんの。ガチやば。はい、いいよ。じゃあ座って座って、よし。じゃあ同じように足、はい、足まっすぐして、はい、やってどうぞえっ、ちょっと待って、どうぞこれ大丈夫本当？これやらせからからマジやめて。ちゃんと言って、ちゃんと言って。これガチなんすわ。ちょっとちゃんとやれよお前ちゃんとやれよ。つま先ぐらいは触ってくれよ。じゃあ足入れて、足入れて、足入れて、はい、前前前。いや、そもそも足全然開いてないじゃん足全然開いてないじゃん。もうちょい、あ、やばい、え、あーちょっと待って、俺こんなひどいと思わなかった。ちょっと俺企画ダメかも。大丈夫これ、よいしょ。ガチ言ってんの。ガチ痛い嘘でしょ。痛い痛い痛い、やば。ちょっと待って、こいつこんなに硬いと思わなかった。それ怪我をしますわねそれするよ。これ押すから立ち上げんな。まあこうなるよねじゃあ普通に手後ろをやって、いつものはなくてみたいな。いや、話す絶対話す。よいしょ。なるほど、体幹入ってねえな、ほんと弱っ。体幹、体でかくなったとはいえ、お酒ででかくなっただけだから。やば、頼むよ柔軟で怪我しそう。じゃあちょっとこの状態ではいはい、いや、ほんと怖いんだけどさ、効果なかったら怖いんだけどさ、着てみて。じゃあ了解です。じゃあ着させていただきます。着て着て着て、どうすか。結構
あの普通に売ってるじゃんアンダーシャツ、うん、にのコンプレッションタイプと比べると少し分厚めかもしれない。あら着圧はえぐい。強いってこと？強い。あ、そうなんだ。サイズがつってもサイズあでも合ってるな。うん、サイズ問題ないっていうか腕の長さもちょうどいいし、ね、確かに。てかさ、よく見えるお腹の真ん中から下にかけて、そう着てても、そう、なんかね、あるなっていうのはわかるし、あと背中、背中ここもある。あ、背中めっちゃあるじゃん。え、すごいあるよ。めっちゃこことここと、うん、肩か、ことここだと背中もこうあるわ。まあ、着たらわかると思う。あの、確か着た感覚もある、少し。お前、27,500円は身にまとってんだからな。どうリアクション取っていいかわかんねえな。頼むよ。じゃあこれでちょっと軽く柔軟しますか、はい、どうですよ。はいですよ。あ、全然違うかも。あれ届いてはいないけど。お前マジか。さっきより全然だと。超リアル。じゃあやってやって。え、ガチじゃん。なんか普通って感じだけど、君のレベルからいったら、え、うん、ガチ。これはガチか。行く行く。全然。え、前屈痛くないの？いや、まあさすがに伸ばせばね、伸ばせばあるけど、あの、けどいけるんだ。そうか、で最初は多分このぐらいだったと思う。いや、そうだと思うよ。こうマジで。うん。で、だからここの痛み、ここの張りと、うん、ここあの着てない時の、うん、だからここが同じぐらいって感じ。マジっすか。そう、張り方的には。え、どうすか。え、ぐい。じゃあ次、柔軟やってもらって。柔軟お願いします。うし。マジで。マジっすか。うん、届く。え、さっきこれで座ってるだけでもきつかったんです。やば。うん、届くね。えぐ、これはやばいな。ちょっと足開いて、足開いて。すごくね。え、こんな曲がんの。やばいと思う。こんな曲がんの。おじさん、こんな変わるもんなんだ。これだけでさっきフラフラしてたのが、うん、ここではフラフラしなくなった。マジでかな。マジで。え、強。え、強。マジで。なんかすごい、なんかちょっと待って、抵抗されてる感じする。さすがにずっと立ちっぱなしだったから来たけど。いや、でもさっきより全然だと。さっきのあの、あれは手後ろにある。あ、マジか。マジで何も変えてないよ。うわ。え、力弱くない？弱くねえよ。ガチでやってるわ。え、弱くなった力。ガチでやってるわ。ガチでやってるわ。マジか。ちょっと待って、やばい。俺フリーザ様かもしれない。え、これはやばい、マジで。これやばくないですか。やばいって。これなんだろうな。で、着心地、うん、的にも、あの、まあ生地ちょっと厚めとは言ったけど、その分着圧あるから、筋肉のブレに不安ある人とかもいいかもしれない。よくあのピッチャーとかキャッチャーとかで、なんか筋肉ブレるのが嫌だみたいな。で、夏でもこういうピチピチの着て着たいって人結構いると思うんですけど、うん、マジでいいと思う。これは別にストレスもなく、うんうんうん、動かせるし。ちなみに両辺、身長用と体重とあれはいくつだっけ。170の60、うん、あるかないかぐらいで、 S サイズ。 S サイズだいたい。でもまあ鍛えてないからだけど、鍛えてる人で同じぐらいの身長とか体重とかだったら M でもいいかもしれない。なるほどなるほど。筋肉ある人は。すっごい、まあ、袖の長さとかは全然申し分ないし、うんうんうん、まあ、ピチピチに着るもんだから、うんうん、少し、まあ、小さめ買ってもいいのかな。 OKOK、 じゃあこれでキャッチボールやろうか。了解です。はい、はい、じゃあキャッチボールやっていきます。これでも多分キャッチャーの人もいいんじゃないかなって。あの、取るときにやっぱ腕の筋肉使ったりとかするんでいいんじゃないかなとは。でも軽いかもな。そう、先週ちょっと投げてるんですけど、で、肩、まあ若干大体翌週はもう張ってるんですけど、それでも軽くは感じる。やっぱり動きはいいですね。いつも痛いんだけど、今の投げ方全然大丈夫だった。なんだろう、軽いっていうよりかは、やっぱ軽いもあるんですけど、動く一番は。これがマジで本当にナーンって本当に動く。
これは違うもん、まずマジか。僕いつもあの足上げて、あのこうやって足上げてからこう行くときに、このここでこっちに行っちゃうんですよ。あの母子球に溜められない時があって、たまにブレちゃう時あるんだけど、すごできてるじゃん。大きく足上げる選手は後半まで疲れないかもしれないです。取ってる方も楽、翔平さんのやつをボールを取ってる方も多分キャッチャーいろいろ動くし軸も入るから、なんだろう、全部正面に持ってってしっかりと取れるような感じはしますね。落ちるかも。おお。あと96本、95本。おお。オイラーですね、まだ。おお。なんだろう、上手くなるものではないですよ、もちろんね。上手くなるものではないけど、体は落ちやすい。なんで低めのボールとかしっかりと腰を落として取れるのっていうのは感じましたね。やってきました。はい。どうでしたか、正直な感想を。可動域がやっぱ広がるなっていうのと、体幹力はその足上げた時の実感はいつもよりある。全然なんつったの、ずっとこのまま立ってられるみたいな。ずるいよな。俺サイズがなかったから。じゃあ痩せればいいんだよ。まあな、そろそろ痩せようかなと思ってますよ。何年言ってんだよっていう感じですけど、はいはい、今回これを、はい、まあまあ、我々紹介するにあたって、あの視聴者の皆様に嬉しい特典がございまして、うん、はいはい、まあ、こちらを見た方で購入したいという方いましたら限定クーポンが出るということで、はいはいはい、動画の概要欄に貼っておきますので、こちらを使ってね、はい、立っていただいて、うん、いや、いろいろさ、この長袖もあるし、ノースリーブなんだよね。アンシャツタイプと、うん、はい、ノースリーブタイプとあります。はい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 、はい、まあ、ノースリーブも同じなんかスタンダードとプロっていうのがあって、本当に価値のあるものだと思うので、うん、ぜひともね、あの興味ある方はチェックしてみてください。ちなみにサイズマックスは LL っす。まあ、遠い、うん、ある程度の人はね、誰でも着れると思うよ。そうそうそう、うん、誰でも、うん、特殊な人だけ着れないと思うけど。で、まあちょっともっと最後にもうちょっと中身言うと、遠赤外線効果が実証、試験によって証明されてますと。で、プロスポーツ選手による運動能力試験でもパフォーマンスの向上効果が認められてます。はい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 、はい、あとなんか伸縮度が異なる生地を使ってるみたいな。あー、だからか、腕とここ違うかもしれない。でそう、ここか、だから独自のとかテーピングみたいな、テーピング原理的な感じになってるそうなので、まああの、まあ、体全体のまああのね、可動域の向上だったり、はいはい、姿勢が良くなったりとか、さまざまな、まあ、野球以外にも、我々も野球ですけど、はい、野球以外のなんかスポーツとかにもあの使える、まあ、サッカー、テニス、バレーボール、バスケ、ね、まあ、そうですね、そういうのもだし、まあ陸上とかもそうだと思うし、はいはいはい、で言うとシルクのような高級、最高級素材を使ってる、うん、そうなんで、すごいなんかツルツルして柔らかいと思います。まあ一応ホームページも一応あの載せておくんですけど、はいはい、あのスタンダードとプロってがあって、うんうん、スタンダードとプロの違いはそのリライブのこの加工されてる部分がちょっと多いのがやっぱプロ、はいはいはい、スタンダードよりプロの方がもしかしたらあの効果の方が出がいいかも、出がいいかもっていう、そう、よかったら皆さんね、チェックしてみてください。はい、はい、というわけで、本日はこちらメディックスさんのアンダーシャツを紹介しました。こちらです。はい、まあインスタとか、まあ X とかにも一応載せると思いますけど、はい、よかったらねチェックしてみてください。はい、というわけで終わります。チャンネル登録とコメント高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。